修行しないで悟りを開く術をいつも探してる。今朝も散歩のついでに菩提樹の木の下で目を閉じてみたけど、全然ダメだったよペネロペ。雑念も邪念も残念ながら全然ダメだったよペネロペ。煩悩で脳が爆発しそうさ。こんなにお願いしてるのにまだ私のお墓の前で泣いてるやつがいるんだ。かわげなジェニー、お席は漬物石に、お鉄壺はタコ壺に、私の骨は豚骨ラーメンのお出汁にぜひ。行ってきますバネッサ、戦争はもうすぐ終わるから待っててねバネッサ、必ず帰ってくるからね。ただいまバネッサ、お風呂もご飯もいらないよ。ビール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 、その隣の男もいらないよ。私を殺したばっとしておやつは抜きですよ。でもおやつ代わりに私を食べるのはありですよ。でも心臓だけはやめときなさい、心臓だけは腐っているからね。お腹を壊しますよ、お腹を壊しますよ、お腹を壊したらつまらないですよ。キラキラした目で君は教えてくれた、キラキラした目でみんな爆死したことを。ねえねえクロエ、その中にあの有名な神様もいたのかい。ねえねえクロエ、その中にこの無名な私もいたのかい。死なないはずの不死鳥を締め殺した動機は、何も不死鳥の唐揚げが食べたかったからではない。諦めてくれキャロライン、全ての茶番は神話なんだ。でも嘆かないでキャロライン、全ての茶番は神話なんだ。俺はピッチャーボールの代わりにこの心臓をぶん投げるから、君はバッター、金属バットでこの心臓をぶっ潰しておくれ。空振りしたらゲームセット、完全してくれキャッチャーロット、ホームランでもゲームセット、期待してるぜシャーロット。ここは電波が悪いから携帯電話がつながらない、ここは誰もが鬼だから冗談が全く通じない。歌っておくれミッシェル、 Tears in Heaven を耳元で歌っておくれミッシェル。地獄に落ちた私のためにグロリア、君のおすすめの永遠の命を試してみたよグロリア。こめかみをピストルで500回撃ち抜いてみたよ。目も鼻も耳も口もなくなっちまって、いまいちこの世を楽しめない。これなら死んだ方がマシだな。雪山で遭難してステラはお昼で安らかな寝顔、もうじきフェードアウト。雪男の着ぐるみ着て私がフェードイン、助けに来たぜステラ、そのままフェードアウト。
Tori